いかに僕らがそのクソ人間かっていうかその社会から逸脱した存在かっていうのを思ったんですけど NAC5 の,の中継で埼玉のイオンをねこう回らせてもらって中継させてもらうんですけどまあ朝じゃないですか本当にまあ僕らの出番が9時過ぎぐらいにあの朝ですよ朝の9時過ぎに中継するんですけどまあもうちょい早めに入ってまあそこでイオンもね大体この。 食品売り場の一角をお借りしてそこから中継してるんですけどもう本当にね9時前からもう開店と同時にお客さんがみんな買い物たくさん来てまあ本当に安いしお買い得しかもね火曜市で安い日ですから特にみんな買うんでしょうけどすごいじゃないですか9時からもうレジに大行列作ってみんな1週間の食料とか買ってるのを見ると。 ちょっとと考えられないというかその僕らの生活って何なんだっていうか、うん、でこれが普通なわけじゃないですかそっちのほうが僕らがもう変なだけでそうですねまあ言ってみりゃもうマネージャーさんとか含めこのなんんていうんですか芸能界といったらあれですけど、うん、そスタートがそんな早くないじゃないですか基本的には夜遅くまでありますけど。早くてもまあ昼 とかでまあ10時ぐらいにとか出社してとかそういうレベルなんで9時からもう買い物してというかもう一日が完全に始まって何時間も経ってるみたいな暮らしを皆さんはしているわけでしょすごいよなそう思うとすごい毎回ね僕らが朝ね中継先ってはもう早いなとか眠いなと思いながら行くけどもう皆さんは生活してもうパキパキで買い物してますからね あんなに買い物すっていうもう概念がなくなっちゃってるじゃないですかないないすっかりない深夜にコンビニで買うしかもうないよなくなってるこの生活のリズムというかあこれが当たり前になっちゃダメだし、うん、やっぱ一般の人はそうだなっていうやっぱ腹減った時に買うもんなそう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 僕らはまあそうですね、うん、しそのそのもうなんなら九時とかなんて下手したら寝てるぐらいの感じ,じですか寝とる寝とる余裕で寝とるまあ <laughs> 余裕で寝たらでもそんぐらいなもんですから言ったらね、うんうん、いやだからちょっと 考えなきゃなっていうかあの生活の方う絶対本当はいいしね体にもいいと思いますう、ね、そう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 いよなそう、まあうんうそ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 うでうそうそういうそ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 うんうそいそうそういうそ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 ういうそ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 うとかそう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 だうそ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 そう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 う まあ言ってみれば、ね、そ,それはそうですね、うん、それがだんだんこう変わってまして芸人になるとね、うん、そういうのになってで関節も動かなくなるんでしょだんだん芸人になるとね刺す油もねえしカチカチになったら芸人に刺す油がないですからね<ー>カチカチになっても動きも鈍くなっていく<ー>いこ,このまま年取ったら終わりじゃねほんま <laughs> だからほんとにでなんかみんなねあの金もねえくせに変な太り方して同じような形になっていくわけですからね で日光も浴びずにどん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 なんか陰の感じになって目がすさんでいく一方ですからね、うん、昨日もなあのお願いランキングでニュークレープさんと一緒になってデビさんが「なんで金もないのに布団ねん」って言って自分に対してね <laughs> でもみんなそうなって。あのニュークレーレプさんってシャツに 黒シャツに白いズボンのみんな固定の衣装というかそれでコントとかやってる方なんて3人ともねシュッとしてて、ね、でデビュー当時というか結成当初からその衣装でやってたからだんだんここの首とかしまんなくなってくるんですよやっぱ<ー>みんな <laughs> でもみんな漏れなく太ってくるわけじゃないですかあ<ー>まあ、うん、一般の人もそうなんですけど30過ぎたりしたらねとはいえ芸人なんて金もないのにっていうへへへ変な太り方するでしょみんなでもそうなってくるんでやっぱちゃんとしてないとね、うん、なんかやっぱ ナックファイブで行かしてもらって朝終わ昼ぐらいに終わる昼間に終わるでしょ。すがすがしいもんなやっぱ。気持ちいいね。気持ちいいんでその昼間に普通に帰ってまあこんな感じなんだっていう、うん、普段この時間ゴロゴロしてたり寝てたりしてると思うと、うん、爆睡ですよあの時間。クソだよなマジでもう、うん、なんかどんどん遠ざかっちゃいますかちゃんとそういうありがたいことに、ね、ナックファイブで行かしてもらうとこうその感覚がちょっとこうね、うん、あの皆さんの生活をこうちょっと垣間見えるんで。ただあの時間に帰っても。 寝ることしか考えてないよな。それがまたクソなんだよな。次の仕事まで何時間寝れるかことしか考えてないんで寝るんだよしっかり。寝るななんかやれあんなに日中なんだかって思うけど寝るんだよな。僕も相当迷ったんだよ。昨日ちょうどそれであ昨日か。そう私ナクバイブ行って火曜日でねあの十二時になってめちゃくちゃ天気良かったでしょ。めちゃくちゃ雲一つない晴天あったかい十二時。うわこれさすがにこのまま寝るのは なんかやっぱやった方がいいなと思って夜お願いランキングがあること思ってすぐ寝ただけど結局寝るそうそう結局寝るんだよな寝た寝た8時間ぐらい,寝,寝,なてい,い寝なくてもいいだろうって思う,うん、うん、8時間寝たらもう一日の睡眠なんだよ本当にそれ昼寝としてやってますからね、うん、マジでクソで人一倍寝てほんまなんでちょっと我々もちゃんとね<で>、まあ、いざ現場行ったら一言も喋らんけどお前はマジで何なんだよだってっあの前この間のお願いランキングで言うと一応ね お願いランキングで「お願いマンピンコ」という対決で 2>,、えー、まあ2組の芸人で毎週 LINE のねそういう投票で対決するんですけど絡みの部分がちょっと本当にちょっとなんですけどあって、うん、一応台本にこう書いてくれてるんですけど、うん、なんかあったんですよねそのそれこそニューグレープさんと対決で、うん、ニューグレープさんのリーダーさん芸名がリーダーっていう変,い、ね、変な人がいるんですけどリーダーじゃねえだと思うけど、うん、<laughs> そのまあその人もちょっとポンコツキャラみたいな感じで<ー>打ち合わせでそういう話になったのかあの。 アナウンサーの方が「リーダーさんはウェストランドの河本さんにバカにされてるらしいですね」みたいな「そうなんですよ」って二人のこう掛け合いのこう一応予定に台本上になってたんですけど。はい、あの MC が三四郎さんだったんで、うん、僕らがこう紹介された段階で結構いろいろそういう話になった瞬間すぐそのカンペをフロアの人もめくってもう一瞬でその完全なくなったんでその下り、はい、あんなに二人で打ち合わせしてたのに <laughs> 完全こ,この下りを尺取ると思われたんですかもバラッてめくれられて<う>結局あんなに打ち合わせた二人ともしゃべらず <laughs> 終わりましたからね完璧だったのにな 完璧じじゃなかったた聞こえてき感だと正直そのリーダーねニュークレープのリーダーさんリーダーさんって呼ぶのがいいの何が正解なのリーダーでいいですかねリーダーが書いてあって「これ何言うんすか?」って言ったら「いやこれエピソードないんだよ」とか言って「エピソードねえってなんだよ」と思って「なんかバカにされてる気がしただけで」とか言って「気がしただけのも持ち込むなこいつ」と思ってそのしてないしなバカにれるし別に。 <laughs> びっくりした俺台本見て昨日そ,うですそれで2人ですげえ打ち合わせしてましたよね、うん、結局だってしてないしされたエピソードもないし、うん、何にもねえんだよ結局どうするってなってねうんだからもう本当に よかったです結局なくてよかっ <laughs> なんでまあ我々もちょっとね仕事のリズム上しょうがないとかあるせいでなるべくちゃんと早起きしてねまあね行動できる本当はだからスーパーでちゃんと買い物して1週間の食材買ってとかをねで安いちゃんと皆さん広告とか見て来てるわけでしょそうですねそれがすごいよな火曜市だから火曜に来てね親もまあそうだったじゃないですか、ね、買い物とかちゃんと見てあの1人1個とかを買ったりとかいろいろやってたなと思うと、うん、もう僕らが本当に情けない金ねえくせに その安いいいところかかで買わわななけすねコンビニほぼコンビニマジでクソだよな、うん、本当に申し訳ない気持ちになってもそのな<だ>なんでち,ゃんちょっと買い間見てたまにはそういう生活をちゃんとね分かっとかないとそうですねあの変なのが当たり前とならないようにね、うんまあ、ありがたいですからまあナックファイブの方もぜひ聞いてほしいですよね <laughs> ありがたいですから ありがたい行かしてもらえるのがねだ,だって行かなかったらあんまり思わなかったじゃないですかそうですね気づきもしなかったの、ね、よなんでナックファイブぜひね我々まあタイタンの芸人が持ち回るでやってます,か,4組、ね、てますから火曜日やってますんで聞いてください、はい、そちらもよろしくお願いします平日毎日口を更新していますウエストランド井口の口出し